天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。マスミです。はい。私です。私ですよね。私です。ごめんなさい。私であることには間違いないんですよ。すみません。よろしくお願いいたします。お願いします。今日はですね、うん、福岡に来させていただいておりまして。来てますよ。エノスヤとツーマンライブ、株式会社カステラっていうのがあるんですけどもね。うん、今日はちょっとね、ショータイム君が急遽体調不良になってしまいましてね。うん、これは本当に申し訳ないですけどね、うん。はい、これは申し訳ないんですけど、今開演前でございます。ラジオを撮ってるのはね。はい、盛り上がったね。開演前って言った後で。謎の行動やねんけど盛り上がったね。いやいや、それやったら開演前ですって言う前にやらないと。それね、うんやなしに。今開演前よね。いや、すっごい開演前なんでどうなるか盛り上がったね。ちょいちょい痛そう。やり口分かってへんやんかね。ペタクソ。もしかしたらあなたペタクソなの。ペタ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 。ということでね、はい、まあどうなったかは分かりません、うん、今の私たちには分かりませんけれどもね、まあこんなことはよくあることですから。まあね、えでももうせっかくね、はい、この株式会社カステラを見に、もしかしたらさ、はい、この福岡の人だけじゃなくて大阪とかね、はい、東京から遠征組の方もいらっしゃるかもしれへん、はい、そういった方、はい、しかも風水屋さん、風水屋さんって風水屋のファンの方やった場合、うんうん、はい、ゲビーンってなってるわけやん。正直非常に申し訳ないですね。これはそんなあなたを抱きしめたい。え、一人ずつ一人、うん、マスミまでご連絡くださいませ。お願いします。お願いいたします。だからね、本当その人たちを楽しめさせたことができたでしょうか。はい、自問自答です。そうですね、まあまだ開演前なんで自問自答もまだ早いといったところなんですけど、えでも我々はね、もうベストを尽くすことしかできませんから、ショータイム君の病気を治すことも、ね、うん、できませんから。そうや ね我々にできるベストを、まあ、考えてやらせていただきますので、ほんまみんな気をつけて、はい、な、これ体調不良ね、今ちょっとほんまにね、はい、すごいらしい、全国的に体調不良が流行ってて、インフルエンザがね、はい、大流行。あ、そうですか。もう学級閉鎖も至るところでなってるし、うん、東京とかも万劇もね結構出てるみたいで、はい、グラバトとかグランプリカとかもね、はいはい、出てキャンセルも多かったらしいですよ。あ、そうなの。うん、まあ、ようないですね。そう、福岡の劇場も結構ね蔓延してるみたいで。ああ、じゃあちょっとほんまに気ぃつけないと。せやで、皆さん手洗いうがい消毒いっぱい食べて、はい、いっぱい寝てね。いっぱい寝て。そうなんですよね。いっぱい食べて、いっぱい喋れる。はい、ラジオ回してるんですよ。ああ、そうか。普段の楽屋だったらいいんですけどね、うん、いっぱい食べれる。やなしに、ね、ノバの CM でしたね、それね。はい、ありましたね。何だっけと思って、ノバウサギのね、はい、CM ありました、うん、さあ、お便りいただいておりますのでご紹介しましょう。オレンジピールさんでございます。オレンジピール。忘年会シーズンによりカラオケに行く機会も増えてくる季節ということで、うん、天才ピアニストのお二人に以下のテーマをお聞きしたいです、はい、トップバッターで歌うなら、うん、そして職、何の曲かね、うん、そして職場の忘年会後のカラオケで歌う選曲、はい、ちなみにまあこの方の職場っていうのはそんなに親しく仲良しっていう感じではなく、うん、50代が多い職場、うん、はいはいはい、ちょっとだからこの方が何歳か知らんけどちょっと上の世代っていうことかな。はい、そういうことですね、うん、でちなみにトップバッターの選曲は今のところ夢見る少女じゃいられないでどうでしょうかっていうことですけど、あ、もう決めてんねや。え、どうでしょうかっていう、その揉んでくださいっていうこっちでいう感じでいただいております。お便りは、ね、いいと思いますよ。いいよな、めっちゃいい、うん、盛り上がるし、みんな知ってる。そうやな、うん、かもうでも絶対盛り上がるから、もちろん1曲目でもいいし、ああないし、ちょっと盛り上がってきた2週目とかでもいいかもね、うん、おーっていう。ああ、なるほどね、うん、そうですね。だからそんなに若い方がいないんやったら結構バシッとくるよね。うん、いいんじゃないですか。でしかもさ、なんか古い曲でもさ、うん、例えばシンデレラハネムーンじゃなくて、うん、荻野目洋子さんの「テテテテテルルテルテテテ」あれなんかさ、富ヶ丘の、はいはいはい、バブリーダンスで、うん、若い人もちょっと知ってるじゃない、うん、ああいうのもいいですよね。いいね。あとなんかダンシング、じゃあダンシング、わ、何やったかな、目だけでもシンデレラボーイ、うーん、ダンシングダンシングベイビーかな。かなんかの、そう、すいません、なんか急に言って忘れてましたけど。はい、そうやね、うん、がっつり昔の曲でもいいし、
あのね、人とようさんの、はい、もらい泣きとか、あの、花水木とか。花水木とかも、全員結構、ね、うん。あれ好きやね、50代の女性。そうやろ、うん、あれだって何十年もランキングに入ってんね、あの、あれすごいよな。カラオケベスト100。入ってるね。確かに確かに。花水木はマジで、おーってみんななるし、あれ結構歌えたらね、そうやな、重宝するのは重宝する。中盤でいいんじゃないですか。うん。あ、そのいきな最初はちょっとこう、なんか、アップテンポの方がいいのかなっていうイメージもあるんですよね。うん、はい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 、なんとなく。まあアニソンとかも絶対盛り上がるから、そうやな、まあタッチとかも盛り上がりやすいな、デレレ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 レ、そうですね、呼吸を止めて、言うて、そんなビブラを聞かせていいんですか、ビブラ、言うて、うん、あ、いいですね、確かに、いやでも夢見る少女めっちゃいいですよ、夢見る少女結構正解に近いんじゃないでしょうか、うん、私最近その一番最初に歌うんやったら、はい、若い世代というか同じ世代ぐらいの人と行くんやったら、うん、はい、鬼滅の、はい、ホムラを歌ってますね。ああ、リサさんの、はい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 、あ、もう一発目で、一発目、はい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 、いいんじゃないですか、結構みんな知ってるし、うんうんうん、ちゃんと歌えたらおおってなるというか、せやな、なんか歌唱力ありますってみたいな曲やな、割と、そう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 、確かに確かに、そうですね、うん、あのリエちゃんとさカラオケ行った時やったやんか、はい、3人で普通に、うん、あの時リエちゃんがさ、うん、最近の曲めっちゃ網羅しててびっくりしたよな。いやすごいね、夜遊びのアイドルとか歌えね、うん、アイドルとか歌ってくれね、あれ、あ、むずいね、ほんで歌うのな、あれむずい、息切れながらな立って歌ってくれてさ、サビはいけてもさ、それ以外のとこってちょっとむずいやん、うん、ちょっと早くきちゃうもんな、それいけちゃうのよリエちゃん、確かに、いいです、あと愛を込めて花束をとかも、はい、中盤活躍、あれもあれ結構序盤でもいいかな、そんなに、まあまあそうか、バラードバラードじゃないし、そうやな、うん、今とかやったらその流行りで言ったら大人ブルーとかね、うわー、こ、まあまあその流行り曲っていう感じでぶち込んで、ね、こんなんも歌いますイントロで盛り上がるわ、うんうん、これさ、なんかさ自分が50代とかなった時にやっぱ最近の曲とか歌いたいよな、ちょっと歌いたい、なんかまあ昔のいい曲も知ってるし、うん、最近の曲も別に私分かってんのよっていう、いいね、それ歌えたら、お、そう、かっこいいやん、このおばちゃんやるやんっていう、そう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 、うん、イケイケのおばちゃんっていうことでね、もうでもちょっと遅れながらとか歌うのもいいよななるほどな、もうちょっとついてはいけてないけども、うん、頑張って、大人ブルーめっちゃ漢字やん、せやで、あれカタカナなんですよ、大人ブルー、大人ブルータイトルね、カタカナなんですけど、うん、漢字の大人ブルーということでいいと思います、今アドアドとかね、アドとか歌えたらすごいね、あんなんでもラッタ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 ラララ、すごいで、あれあれ歌えたら、アドさんの曲はどれも歌えたらすごいよな、うん、せやな、私は最強もやした、逆に歌えへんかったら入れる勇気ないな、ちょっともう死んでしまうやん、リエちゃん入れとったで、私は最強、あ、そう、すごいな、リエちゃんは、でもこの間さ営業でさ、うん、あのカラオケ大会のある、うん、宴会みたいなの行かせてもらったじゃないですか、はい、その時にさ、うん、なんかまあすごい大規模なパーティーやったんですけど、うん、15人ぐらいエントリーしてはったやん、そのしてたね、みんなの前でカラオケ歌うっていう、うん、あんなんすごいね、あれは今日あるわ、病院の忘年会とかなかったですか、カラオケ大会あった、ドクターの、はい、カラオケ大会っていう感じじゃなかったかな、ドクターの余興みたいな感じでやったかな、あ、別に順位つけるとかじゃなく、うん、なんか出し物、ドクターだけ何人か歌ってるのあったわ、それどうだったんですか、上手い先生もおったりとか、せやでもダントツに上手いっていう感じは誰もいてなくて、はいはいはい、でもまあ先生が歌うとやっぱ看護師陣とかうわーって盛り上がりやすい、盛り上がりやすいな、うわ外しててもいいし、せやな、うん、確かに確かに、 AKB とか歌ってるとったな、あ、そう、うん、いいやん、 I want you、 おじさまが、おじさんめっちゃええやん、かわいいやん、え、看護師さんは出し物ないんですか、あるある、看護師さんは何すんの、看護師もダンスしたりとか、ああ、じゃあその日のために練習してるんですよね、そうそう、大体ダンスが多いかな、はいはいはい、なるほどね、うん、え、結構あのみんなやらなあかんもんな、あれって、いや、そんなことない、なんか回ってくんのよ、今年はこの病棟で何か出し物してください、はいはいはい、ほんまに何でもいい、何でもいい、うわ、楽器とかでもいいし、はいはい、ハンドベルでもいいし、うん、うん、で大体毎年あのギターやったかな、あの人何やったかな、バイオリンやったかな、できる先生がおんのよ、楽器できる先生が、めっちゃええやん、うん、何人かで集まってなんかちょっとバンドみたいな、うん、ああいいじゃないですか、インストゥルメンタルみたいな、え歌入れてくれや
インストゥルメンタルを楽しめるほどまだ私余裕ないのよインストゥルなメンタルをね。インストゥルか、まあまあいいけどな、上手かったらおーってなるしな、うん、でそのバイオリンソロとかでもかっこいいよな。かっこいい。あでもソロで聴かせるほどは上手くないって。ごちゃごちゃっとしときたい。ちょっとおじいさんの先生やった。いやいやいや、おじいさんのバイオリンかわいいなっていう。めっちゃかわいいな、うん、あいいですね。やっぱ病院寄ったらやっぱそういうのやらなあかんな。やらなあかん。うわ今年うちらの病棟や。えそれこそさ、なんか若いドクター、うん、男の先生2人で漫才とかないの？あなかったな。ないんや。なんか毎年やっぱりな、この男性看護師か、男性ドクターが女装させられて、はいはい、まあな、なんかするみたいなのがやっぱ結局盛り上がんねんな。はいはいはい、そうやな。そう、うわーっていう。そんなもんですよね。化粧したりとか。まあそのいつも見られへん姿を見て楽しむという。確かに。そういう風になりがちやったな。なんかさ、あの私結婚式の二次会のバイトしたじゃないですか、うん、ああいうのってやっぱそのもうああいうとこでさ、うん、漫才するってむっちゃ内輪にそうやな寄せてやるとかが一番ウケるやん、うん、とかもう完全芸人の完コピはい、うん、のあのラッスンゴレライとかリズムネタ系ね。そうそうニーブラとかね、うん、あの2700さんとかそこら辺をこうやっぱやるっていうのが絶対ウケるんですよ、うん、今流行ってるっていう、うん、やるのにさ、なんか一回ほんまゴリゴリでなんかオリジナルネタみたいな作って、しっかり漫才して、そう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 、あの盛り上がってなかった。うわ、盛り上がってないっていうか、そのまあそれはもう漫才してる人が悪いんだけど、うん、むっちゃ長かったんやんか。え、素人の11分やるみたいな。せやん。じゃそんなもう3分で切り上げた方がええやん。うわ。で最初はわーとかなってんだけど、うん、だんだん長いなってなってきて。よう10分尺以上のかけたな。そうやね。普通かけへんし覚えれへんやんか、うん、なんか経験あんのか分かんないですけど、うん、あるやろな。なんか新郎の友達がなんか普通に本格的な漫才書いてきて、まあまあそれは別に芸人さんほどのクオリティではないじゃないですか、うん、もちろん。それうまかった、うまいのはもう、まあ喋りはある程度達者というか、なんか経験あったやろな、かもしれないですね。高校の時やったとか、うん、そうかもしれない。もう絶対ああいうとこってもうただ歌うか完コピか、うちわネタ、うちわネタか、うん、もうそれがもういっちゃいいですからね。新郎とか新婦がバラすなってみたいな。いやそうそうそう、うん、そんなんいっちゃ盛り上がりますからね、はい、おやすみなさい。みチャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？